中です、今日はですね、やりたいならやれみたいな話をしていきたいなと思います。よくねあるのが、先日もそうだったんだけど、なんかこういうのやりたいんですみたいなこと言う人いるんだよね。例えばじゃあカフェやりたいんですとかさ、いう人って結構いるじゃない。だったら俺なんかいつも思うのは、じゃあ何やってんのみたいなのを聞いた時に、カフェでバイトしてんのとか思うじゃない。そうすると意外とやってなかったりとかするわけで、でそうすると、俺からするとなんか本気なのかなと思っちゃうわけね。でこの考え方ってすごく重要で、例えば俺なんかはこういう業界、出版業界にいると本書きたいんですなんて人いっぱいいるわけよ。でもじゃあ本書いたのみたいな聞くと本書いてないわけ、だそうするとやっぱ説得力ないじゃん、簡単に言うと。だそうすると誰も動かないんだよね。で結局誰も動かないってことは人を巻き込めないから、現実が動いていかないわけだ。でこれってなんか当たり前のようなんだけど、意外とみんなこれやってるんだよね。だって例えばじゃあカフェでバイト しろよとかって言うと、じゃあ副業禁止なんですなんていうやつがいるけど、だったらただ働きでいいわけじゃん。で本当にカフェやりたいんだったらね、飲食やりたいんだったら飲食店で働いてなきゃそもそものおかしいし、例えば金融広告とかでお金借りるとかっていう話になったら、じゃあどれぐらいその業界で働いてんのみたいなの問われたりとかするし、そもそも論としてさ、それやってなかったら無理じゃないみたいな話になるじゃん。でここでなんかよく俺が例に出すのはミュージシャンとかね。だってさ、例えばミュージシャンになりたいんですって言って楽器練習してないとか曲作ってないとかで、じゃあライブやるんですとか言った時に、ライブなんて基本的にさ持ち出しでしょ、自分の持ち出しでやるわけじゃん。だからただ働きどころかマイナスでやるわけだよね。でもそうやってみんな下積み生活っていうのがあるわけじゃん。だから別に本書きたいでもいいし、カフェやりたいでもいいよ、他のいろんななんかになりたいっていう人いっぱいいるじゃない、それなのに一歩目の行動をしてない人が多い。じゃあ一歩目の行動って何かっていうと、現時点でできることあるはずなわけ。そうだよね、現時点でもできることある。だからそれをやらない人多いなというふうに思ってて、なんかそれってじゃあなんで良くないかっていうと、別にいいよ好き勝手やっても、でも誰も協力してくれないよねという話だよね。じゃあこういうこと人を紹介するよも言えないんだよ。例えばね、本も書いてないんだったら、じゃあ有名な編集者紹介するとか言えないじゃん、出版社紹介するとも言えないじゃんっていうのを、なんか冷静にね、皆さん考えてもらいたいなというふうに思うわけ。だから俺なんかそのでこういうの結構厳しい言い方でね、なんかドリームキラー的に思われるかもしれないけど、全然そんなことなくてさ、やっぱり俺はなんかそこってすごく重要なポイントだと思うのね。で世の物事っていうのは何かっていうと、結局自分が話したことに一人ずついろんな人を巻き込んでいく、だから現実が動くわけじゃん。例えばお店を作りたいって言ったら、じゃあお金をね貸してやるよとかね、一緒に働くよっていう人がこう何人か集まってきて、まず お店ができるわけでね。そして働く人が出てきて営業ができるわけで、そこにお客さんが集まってきて、それでお店っていうのは成り立つわけじゃん。っていうことは何かっていうと、どれだけ人を巻き込めるかなわけじゃん。で人を巻き込むかどうかの第一歩は、今現在やれることをやりきってるかっていう、もうこれに尽きるんだよ。でこれがほとんどの人がやってないで言ってる人がいるね。でじゃあここで俺が考えてほしいなと思うのは、本当にそれやりたいことなのってことなのね。例えばミュージシャンになりたい人って、さっき例出してね、分かりやすいじゃん。ミュージシャンになりたい人って別に貧乏だろうがバイトしながらだろうがミュージシャン やってんだよ。そういうもんなんだよね、本当にやりたいものってきっと。でもそうじゃないとしたら、現時点でやってないとしたならば、それっていうのは、結構微妙じゃないのっていう、それが本当にやりたいことかどうかっていうのは、かなり微妙だよねっていうのを考えた方がいい。だからもう一回そのやりたいことを自分が本当にやりたいのか考える。じゃあ本当にやりたいかどうか考える上でもね、カフェやりたいならカフェで働くなり、ただ働きするなりやった方がいいわけだよ。でさっきも言った通り、ミュージシャンなんか持ち出しなわけじゃん、最初のライブなんて基本的には。ってことはただ働きどころじゃないわけでしょ、マイナスなわけでしょ。それが普通なんだよ。経験を積もうと思ったら当然そうなるんだよっていうことを、なんかぜひね、分かってもらいたいなと思うし、でそれがやったから、もちろん経験的なものもあるよ、経験的なものあるけど、それをやると周りの人が一人ずつ協力してくれたりとか共感してくれたりとかってする人が出てくるわけ。その結果現実が本当に動いてくるんだよってことなんだよ。でこれが基本的なものね。よっぽどの天才、よっぽど才能がある人は何もしなくても、もしかしたらいろんな人が手伝ってくれるかもしれない。それはなんでかって言ったら、才能があるから、メリットがあるからでしょ。でもほとんどの場合そんな人間いないよこの世に。でそんな人間はもう10代でもう目出てる、もうその近所で誰もその、近所というかね、もう本当に多くの人がもうこいつすげえなと思うようなレベルの人ってことだよね。でもほとんどの人違うでしょ。俺が会う人なんか大体違うわけですよ。20代でね、その悩んでて、なんかこう何したらいいかわからないみたいな人たちって、基本的にはっきり言えば現時点でね、その輝いてないわけだから、生まれ持った何かっていうのはないに等しいと思った方がいいよね。そうじゃないとしたら、じゃあどういう風な戦略が立つのって言ったら、今言ったことだよ。本当にやりたいことだったら
とにかく行動してなきゃいけない。今現在やれることを何でもいいから行動してる。そうすると人が話を聞いてくれる、人が動いてくれる、そして現実が動くっていうことになるんだよってことね。だから今現在やりたいななんて思ってることがあるとしたら、それに関することを自分がもしやってないとしたら、それは結構俺からすると微妙なんじゃないかなと、じゃあそんなことないよと言うんだったら、今すぐねそれに関するやれることをやってみて、で合わなかったらやめればいいんだ。でここで重要なのは何かってそこなのね。やってみないと本当に自分がやりたいかどうかもわからない。でやりたいことじゃなければまた次のことをやればいいんだよ、ね、そうやって、行くんだよってことで、まあこれはね企業の話になっちゃうけど、あらゆる企業が最初にやろうと思ってたことと違うことで成功してるっていうデータがあるわけじゃん、だから人生もそうなんだって。だからまずやってみないと次行かないからっていう意味もあって、俺はとにかくやりたいなと思ったらそれに関することをなんか行動する、ただ働きでも何でもいいから行動する、経験するってことをやってみたらどうかなという話をしてます。引き続きですね、メルマガ LINE に登録してくれたらプレゼント差し上げてますんで、ぜひそちらの方登録よろしくお願いします。